はい、どうも、ショータイムボールです。はい。今回はですね、はい、成田にスーパースターがやってる焼肉屋ホルモン亭に来ております。おー、あざっす。それですね、なんと今回はホルモン亭の食事メニューをね、はい、勝也と尾崎翔太で、全制覇するまで帰れませんということをしゃーっす。かっちゃん余裕じゃん。余裕ない。じゃあまずは上カルビ3人前お願いします。え、全部3人前ずつでも余裕でしょ。まずカルビは3人前食べたい。敵つくないからやめとこう。敵つくない。1人前ずつ、1人前ずつ。じゃあカルビ2人前で。キムチ、あ、これ全部出してもらおう、うん、あ、分かった。キムチ、うん、で、お肉はここ了解。じゃあちょっと前夜祭からね。前夜祭、前夜祭から、はい、お願いします。頑張ろうぜ、ちょっと頑張ろう。よっしゃ、はい、じゃあまずはね、まずはこちらが白菜と大根のキムチ。いい、ね、はい、大根キムチ、はい、はい、キムチです。はい、キムチでね。じゃあこれでキムチコンプリートでしょ。で、サンチュ。あー、サンチュいいね。じゃあこれお前が食って、俺これ食えばいいでしょ。そうそうそう。はい、じゃあ早速いただきます。はい、どうぞ。お母さん、いただきます。はい、いただきます。俺ちょっと翔太の弱点知ってんだよね。辛いのが苦手なんだよ。そうだっけ。こんな辛いの。カチャンがあれで。ああ、そうだね。カチャンじゃん。あの、産地とかそれで食うとうまい。うん、大根のキムチうまっ。久しぶりだね、この店。一週間ぶりだわ。早っ。早っていうのが短っ。はい、ナムル盛り合わせです。おっしゃ。ナムル盛り合わせに、それぞれのナムルのメニューがあるよ。これはに盛り合わせに、あともやしナムルとほうれん草ナムルがある。あとこれが俺の特製のソース。めっちゃ辛そう。うまい。これでサンチュが食べると結構、はい、これじゃあ俺は好きなんだよ。サンチュで食べる、うん、ただ、あ、これね、いけるわ。あ、ほんと。結構いい辛さだよね。いい辛さ、うまみ成分がすごい。これかの特製なんだ。あ、そう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 。うまみ成分のソース。へぇ、いけるんだ、かっちゃん。誰かなんか、半泣きしてたけど。誰だったか忘れてるわ。誰だろう。サイズ感が、うん、余裕。まだ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 余裕。まだまだ余裕、うん、全然余裕、うん、各美容室行った後にまたなんか髪型がね。今日も寝癖いい感じだ。いい感じに寝癖になってきてる。同じ目に来たら同じ目。はい、ほうれん草なので肉が食べたいんじゃん。あ、次スープ。スープスープね。卵スープ、わかめスープ、カルビスープ。全部いこう。フミコ、あれ、フミコ、同じタイミングでいい。ああ、わかりました。おせうえうえはい、チョレギサラダです。はい、はい、野菜がすごい。そうそうそう、チョレギサラダってこんなんでかかったっけ。サービスとかいらないから。いや、サービスしない、これノーマルだから。これが一人前なんだ。でかいな。でかいね。これ嬉しいね、お客さんからしたら。いや、最高だな、焼肉こんな食べるんだって。だ、いただきます。野菜はね、意外とでかいけど見た目以上にね、軽いから。うん。大根キムチしてな。よっしゃー。いや、ね、キムチ終わったね、二人。あ、サラダ制覇。俺はね、俺サラダ。俺もちょっと顎疲れんな、野菜。あ、うまっ。このナムル盛り合わせせやで。あ、いいね、助け合い。いいよ。そういうの好き。もう野菜飽きてきたね。またね、じゃあ肉が来るとエンジンかかるんだけどさ、うん、2日分くらいのビタミン取っちゃってる。ナイス。チョレギサラダ。
シュールな、まあ、こうやって調理工程を見せることは普段はないけども、これモーターショットの練習だから今日ここで感覚つくの。そう、ここで感覚をこうやってつくもう野菜いいわ、マジで病院にいるみたいね。もうナイスサービスです。ありがとう。おう、ほうれん草ナムル完食、うん、ナムル終わった。サラダとキムチはここは終わったもん、うん、あとスープ終われば一列終わるわ、うん、え、ジャケちゃん、まあ、それでつけた罰ゲームじゃん大丈夫でしょ。いや、マジ辛かった足にちょっとついてたのめっちゃ辛かったでしょ。前もこれつけろよ。俺も、俺は大丈夫。缶が特製で作ってくれたんです。もうちょっとかにつけたらうまい、絶対。うん、いや、大丈夫。いやいや、かけるよ後がすごいわ。あー、わかめスープをまた刺した。あー、いいね。ありがとうございます。いや、俺が行くわ。はい俺が行くわ。どう？うまい、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 うまそうに食ってくれるいやー、いただきます。あ、じゃあ、サンチを終わらせるか。肉と合わせないんだうわー、しみる。辛さ足りる？十分足りない。何入れてんのってくれからあ、そう、特製なんだよ。やばいよね、本当に辛い。あ、そう。でもなんかつけちゃう。産地完食です。はい、完食。ペースいいね。ペースいい、いいペース。いや、まだまだ全然いけるね。うん、全然いける。余裕だわ。腹1分目にもなってない、うん、0.5。 うん、ああもうなんか消化したもん、野菜。あ、マジで。ゼロ、ゼロゼロゼロはい、カルビスープでーす。うわ、熱そう。はい、卵スープでーす。あ、いいね。はい、おばん、ありがとう。肉いっちゃおうか。つまみと千枚刺し、蜂の巣刺し、うん、あとは、あの食いたいな。お肉行こうあとお肉も行こう。じゃあ上タンカルビ中落ちロース、うん、うん、もういい、なんでも、うん、どんと来い。じゃあ上から順番にした、うん、これ無理だね。冷ました。あー、うまい。カルビスープうまっ。マジで、うん、ファイヤー着火。ファイヤー上端に使うタルでございます。ありがとうございます。うまっ。うまくねえから、ね、うん、まだまだまだ全然余裕でしょ。まだ、まあ、まだ全然余裕。ちょっと足らないっしょ、逆に。うん、全然増やそうか。メニュー増やして。じゃあ、今日これチャレンジ成功したらメニュー増やそうか。わしじゃあ、お客さんのために頑張ろうぜ。頑張ろう。はい、タンしよう。いい。はい、よし、はい、やっと肉だ。じゃあお好きな焼き加減でめっちゃ汗かいてきた。なんかビール飲みたくなるの。そうなんだよ、ね、運転なんで飲めないですけど。本当残念。残念。そう、俺応援する意味で飲むわ逆効果だ。ついとってよ。え、ついとってよ。ここでちょっと応援する意味でね。応援する。ちょっと頑張って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 。行ってくれ。いやー、缶が酒飲むシーンはもう一人でしかない。はい、カルビです。あー、いいねー。ありがとうございます。はい、どうぞ。ライスと中ライスに行くよ。あ、そうだね。いや、大からでしょ。いや、もう全部でしょ。大中小、大中小、大中小、全部でしょ。じゃあ、俺はこれで。よし、ありがとう。勉強が1枚終わりました。どうよ、マイメンたち。うまっ。うまい、本当に美味しい。いいよ、かっこいいよ。
いいよ、かっこいいよ。はい、大ライス。はい、どうぞ。シューライス。シューライス。ショーライス。はい。こうやって頼んだ人いる。大中小。いないね。はい、中落ちかるって。どうです。はい、中落ち。あ、うん、うまっ。いや、うわ、じゃあ、うまっ。中落ちカルビ。うまっ。中落ちカルビですね。中落ちカルビ。いや、これうまいから余裕だね。余裕だわ。うん。2人前ずつにすればよかった、うん、いやー、さんがメニュー増やしてくれるんだよな、これで。そうだよ、メニュー増やすよ。何増やそう。中ジョッキしかないから大ジョッキ増やすよ。えらい簡単だな。カルビスープ完食、はい、生ビブスープ完食、最近結構ね、ショコタイムゴルフ見てますよ、お客さん来たんだよ。ああ最近来るんだ。来る来る、いつも来るわ。あ、本当。ショータイムゴルフ来て見てますね。来てますね。俺だけが来ねえの。何もやってねえ。何もやってねえ。赤身ロースで。赤身ロース。はい、カルビ完食。ナイス。中落ち完食。はい、よっしゃい。はい、ありがとう。早いよ、結構。早いよ、結構。これ終わったらもう焼肉パート終わりだよ。うん、あとホルモン。まあ余裕だ。いや、まだまだだね。まだ1、まだ1。うまっ。カルビロース見ての通りもう余裕そうですね。はい、赤身ロース終わり。終わり。はい、ナイス。あとホルモンと、ホルモンとつまみとビビンバ、ビビンバ石焼きクッパ。で終わりだよ。終わり。翔さん大好きな頭。あ、ありがとう。はい、俺の大好物、頭。頭2はなんかすぐ終わっちゃうね。うん、うん、ショーライス完食。チューライス飲むか。あ、俺の方が飯食ってね。一緒でしょ。ほんと一緒じゃないの、これ。翔太スチューって大じゃないの。ちょっといいよ、ちょっとあげる。大丈夫大丈夫。あ、でも違うでしょ、絶対違うでしょ。違うわ。はい、トントロで、はい、卵スープ完食で。はい、ナイス。うん、嘘だろ。嘘だろ。まだまだだよ。嘘だよ、全然まだまだ。全然まだ。ちょっと痒かったんだよ。ちょっと痒かった、今。急に来る。うまい、腹に肉の出るペースが早くなってきた。私は完食。私は完食。もうまだ余裕だな。喋るのがだるくなってきた。あ、余裕すぎて。余裕すぎて。余裕すぎて逆になんか喋るのが大切な。あ、なるほどね。はい、ミノです。はい、はい、はい。普段な、ここで終わってるわ、俺。俺終わってるな。で、まだこれからだよ。やっぱさ、完璧だね、メニューの量。そうだね、完璧だ。ちょうどいいでしょ。あの、無駄がね、ないもん、うん、全部食べてちょうどいいぐらいだよね。違う、そういうことじゃない。そういうことじゃない。お腹いっぱいになって、まだちょっとメニュー残って、次これ食べたいなくらいの量だわ、やっぱ。あー、なるほどね、一人でね。違う、ちょっと違う、ちょっと違う。二人って結構ハンデだと思うんだよ。そうか、あんま戦力になってる。あんまなんだよ。よく言われる。女子じゃん。ズボンきつくなってたわ。いやだ。よし。よし。はい、いや。どんどん出てきたよ。出してもらったものは全部食べない。そうだよ。よし、ちょっと焼くの待とうぜ。これがね、ちゃんと。そんなんでいいんだよ。休憩。はい、大丈夫です。そうなの、ない。ない。うん。ない。いや、頭うまいよ。頭マジでうまい。うん。さよ。はい、丸ごと。よし。どうだろう。
いやマジで本当に今終わりって言ったらもう喜んで帰るんで喜んで帰る幸せだったっつって。本当の幸せはね、絶対ビビンバ食べれねえ。立ち上がりました。でかっプロレスラーよ。ちょうど幸せ太りした。幸せ太りした。ちょっとちっちゃいプロレスラーよ。口も手も動かねえ。食べるけどね。うん、まあね。急に来たわ。いやごめん、剃った。レンチなの。え、これ、これ抜いてる。これ抜いて、あ、これ抜いてる。これ抜いてる。これからあと4品。そう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 、だからあと7品だね。ゴーゴーダメージデーマン。いける、いける、余裕でしょ。うん、あーお腹空いた。あーなんで面白いね。あ、いっぱいやればさ、縮むじゃん。そうそうそう。極限まで今焼いて縮ます。極限まで面積を狭くしてるから炭を食うみたいな。そうそうそう。炭酸が付着して。もう燃やしてなくす。一個くらい消えてなくならないかな。この辺からちょっと油多いから。そうなんだよ、それがね、懸念してるのよ。だもう油しかねえじゃん。これも幻だから焼けば消えるからな。うん、焼けば消えるよ。そうだね、これ、これどうだよ。これ、消えるから。早めに消しといて。詰め込んで。からのホルモンかよ。ああ、もうええって。もういいってホルモン。もういいってホルモンは。ホルモン系だけど、なんか戦力が一人出てんじゃないの。あいつふざけんなよ。ただまた一皿出るんだよ、ここね。あっちの巣。もういい。戦力かい。ねえ、こいつ大丈夫か。きついぜ。舐めてたわ、すごい。舐めてた。舐めてた。最初なんか2人前余裕って言ってなかったっけ。余裕だと思った。マジで余裕だったんじゃん。まあ、それだけ品揃えが豊富ってことだな。いや、この抱えてますわ、最高。うん、あどこ見てるの。放心状態だ。すごい、なんかたこ焼き屋みたいな。大渋滞じゃん、大丈夫。余裕消えるから消えるから大丈夫。これもういけるよ。え、もういけるの。うん、これもうほとんど全部いける。丸ホルモン全部いけるよ。大丈夫。うん、油なくそうとするんじゃない。え、大渋滞なんだよ。え、そうだ、これこれ使ってこれしようだ。これ買っちゃう。でも少ないけど大丈夫。目の錯覚だった。遠近法。遠近法。上手い方がちっちゃく見えるから。なるほどね。目のでかく見えるから、やっぱ。気のせい。気のせい。気のせい。遠近法だよ。はい、タミ焼きでーす。あと一品。ホルモンがね。踊る。やっぱいい感じになってる。皮の部分しかないから。もうないじゃん。もうないじゃん。油ないじゃん。焼い燃やしてなくすなよ。蒸発してるよ。あ、でもうめえ。うまいんだよ。丸コロ、うま。丸コロ、丸コロ、うまい。野菜がいらなかった。正直野菜で5分くらい来てた。オッケーだね。結構な量だった。ゼロとか言ってたけど、うん、この丸ホルめっちゃうまい。丸ホルもうまい。レバーで入れた、うん、これでお肉は終了。よし、光が見えてる。うわ。落ちろ下に。ちょっと踊ればそこで。うまうまダンス。しかもゲロ吐く。うまうまダンスって何。何ダンス、何だよ。うわ、折り返してきたよ。それ丸ホルモン。
だ。で、かっちゃん何やってるの？あ、美味しかったなって。あれ？ね、なんか火も消えたけど。美味しかったな。美味しかったな。お腹、お腹どうなってる？お腹こうなってる。もうちょっといい感じだ。やばいよ。食べたね。チャームポイント。袋。いや、やばいってこれ。パーンと一発。いや、こうでしょ。そのセクシーなさ、ギャラで。もうライズアップじゃん、これ。ツルツル。ツルツル。トゥトゥトゥルトゥ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 。今ので気持ち悪くなったわね。幽霊みたいな。この銃って音がもうノイローゼなんですよ。マジでノイローゼ。ノイローゼになりそう。この換気扇のボーって音と焼き肉ジューって音が。あ、うめえ。うまいよ。うまい。美味しい。うまさしかないでしょ。うまい、本当にうまい。残すなんてもってのほかだよな。ほんとにほんとに。かっちゃんですか、もう。どこだって全体重をね、隠してるのよ。肉を食べ終わったら今まで出たの全部食べたから。ちょっと待って、なんか丼が出来上がってんだよ。いいよ、今 GoPro の広角カメラいらないから。隠してんだよ。ほら、出来上がったよ。お前が隠してるから小丼ぶりが出来上がった。今なら食うんだよ。今から食うんだよな。なんか二人から表情がなくなりましたね。本当に今11分になってる。もう12。じゃあこの蜂の巣は俺が全部食べてあげようか。マジで。いいよ。俺も一個だけ食おう。じゃあ俺食わねえわ。それは楽しませよ。そうついに出ました。大将缶。うん、うまっ。いや、あれうまくね。うん、美味しい。強っ。何も言ってくれんの。うん。水曜で鍛えな。ああ、うん、舐めてた。残念だったな。悔しい。本当悔しい。肉から食った方が、うん、最後サラダって感じじゃない。じゃあ1時間後にもう一回やってみる。今日帰る。今日帰る。面白かったよ。こういう時なんか俺のド S 加減出てくるよね。この表情いいね。何これも食べないの。どうしたよ。いやでも缶のお店の美味しいお肉はもう結構紹介できたよな。うん、まあ、あとおつまみ食べてないけど。あと7品もう無理。お腹いっぱい。ちょっともう無理でしょ。もう無理。これ以上食ったらリバース。結構いけると思ったんだけどな、メニュー数からして。うん、肉は来るわ、中に。この表情。表情作れないもんだって。翔太、じゃあ馬王子に一言。これからも勝也のことを愛してやってください。お願いします。いつも見てくださってありがとうございます。
だって翔太がまだ1割って言った時内心めっちゃ焦ってた。まだ1割の。はい、ということでね、僕ら2人じゃ、はい、全品達成できなかったですね。残念ですね。残念。今みんな嘆いてるよ。余裕だと思ったんだけどね。マジでペース前半めっちゃ良かった。サラダ食べ終わった時はもういけるなと思ったんだけど、逆に飛ばしすぎた。ああ、ちょっと悔しい。またリベンジ。あと何品足りたの？ね、俺が食ったのを除けばあと7。つまみとビビンバは食ったらまあ食べれないけど、あとチヂミだね。全然ダメだ。次回までに2人とも、あとね、ユッケと味噌漬けとか。まだ、うん、7、8品あったね。2人じゃダメだぜ。2人じゃね。でもね、この本体めちゃくちゃ美味しいんで、皆さんもぜひね、この全品チャレンジをチャレンジしてみてください。お願いします。お願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お会計中せよ。お会計中せよ。今回のお会計は1万5000円でございます。安いね。ありがとうございます。もちろん。なんで食って。ありがとう。1万5000円です。